はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日はパスタ屋さんに来ております。僕の大食いではですね、結構珍しいですよね。麺類といえばラーメンが多いんですけれども、今回はですねパスタということで、本日ですね訪れておりますのがハート&ハートさんという、パスタをはじめとしてピザやおつまみ系なんかも豊富に提供しているおしゃれなお店さんでして、店内なんかはカントリー調でね、結構ね店内入ってきただけでテンション上がるようなおしゃれなお店なんですけれども、今回ですね特別にデカ盛りのパスタを作っていただけるということで、がっつりとね大食いをしたいと思っております。で、今回のメニューはですね、約4人前のパスタでプラス具材がガンガン乗ったですね、約2キロ前後のデカ盛りとなっております。で、重量的にはね2キロほどと軽めのものとなっておりますので、制限時間ですね、こちら10分に設定しまして、タイムアタック形式でそちらのデカ盛りに挑んでいきたいと思います。で、もちろんですね2キロですからお腹にも余裕がありますし、美味しいパスタね味わいたいということで、そのデカ盛りを食べた後にはこちらで提供している並盛りなんかもいくつか食べていこうと思います。ということで、本日ですねいただくこのデカ盛りパスタが到着しました。いや、僕も思ってます。皆さんね、いつもデカ盛りを見すぎて麻痺してるのでね、これがねちょっとちっちゃく感じるかもしれませんけれども、しっかり2キロということで、実物はねまあでかいですよで、今回ですねこのデカ盛りのパスタとは言っても1種類ではなくてですね、味が3種合い盛りになった特製のパスタですね、こちらを本日は制限時間10分で食べ進めていこうと思います。で、ごめんなさい、最初の方はですねパスタしっかりと巻くとは思うんですけれども、やばそうだったらねすすっていくと思いますので、そのあたりはですねあらかじめご了承いただければと思います。そしたらですねこちらのパスタ早速食べていこうと思います。3、2、1でスタートと、よいしょ、いただきますということで、よっしゃ、これはなんだ、熱そうだなよいしょ、うん、うん、あ、和風パスタだ、あ、うま、醤油ベースのあっさり系でこれうまいっすね、やばいやばい、うん、これ結構お皿パンパンなんでやばいな、巻いてたらちょっとお皿から漏れるわ、あっぷ、せっかくなんでトッピングだけもったいないんですけど、ちょっと食べにくいんでね、いっちゃいます。うん、でっかいベーコンと、ごめんなさい、巻いてたら全然間に合わないわ、ついこっちだな、ペペロンかな、うんうん、うまっ
じゃあもうこれ最後ですね。トマト系でございます。うわこれナポリだ。うめうまっ。ケチャップじゃなくてトマトソースベチョベチョ系の酸味は少ないけど甘みしっかりあって、このナポリタンうまいな。あこれちょっとめちゃくちゃ熱いわ。最後いっちゃいますか。あ、ごめんなさい、パスタなんですけどチャレンジなんでね、これ口つけちゃいますわ。ごめんなさい。ごちそうさまでした。はい、そしたらただいまですね、タイムの方が残り2分と46秒ということで、7分と14秒ですね、よくわかんない時間でね、この2キロのパスタ完食させていただきました。一旦ですね、ごちそうさまでしたということで、でただいまですね、このデカ盛りメニュー急いでいただきましたので、全然ね味わいきれなかったです。で本当にねこのパスタ美味しいので、この後このハート&ハートさんの通常のレギュラーメニューをちょっとねいくつか追加注文していきたいと思います。ということで本日追加注文させていただきました、こちら一品が全て到着しました。早速ねこれ伸びる前に出来たてをいただきたいと思います。うまそう。で今回ですねいただいたパスタの中で一番ちょっと早く食べなきゃいけないのがこれかな、大人のカルボナーラということで、これねトリュフ乗っててめちゃくちゃいい香りするんですよ。クリームがすごいちょっとねこれしっかりトリュフ絡ませて。いらっしゃいませ。香りめちゃくちゃ強いわ。うまいな。これねトリュフももちろんなんですけど、チーズにゴルゴンゾーラとか入ってるのかな、結構ね香りが強いのでもったりしがちなカルボナーラなんですけど、しっかり味が締まってるというか、あーこれいくらでも食えるな。ちなみにねこちらの本日訪れたハート&ハートさん、生パスタを使ったお店さんでして、このね麺自体もつるっとパツッとした食感もあるんだけど、芯はねもちもち感というか、これがね
すっごいこのソース合いますわ。ということで、最後ですね、こちら一皿目しっかりと完食させていただきました。この後はこっちかな。続いては本枯れ節の梅しそペペロンチーノということで、和風によったペペロンチーノは初めてだな、これ。うわ、うまそう。うわ、想像以上に和だ。だしといい香り、うまっ。ペペロンだとね、汁気が少ないので、最後じゃなくてちょっと早めに食べようと思って2巡目に食べたんですけど、これ最後に食べたらよかったな。梅干しのさっぱり感、これがね、たまらなくうまい。デカ盛りに、で今回のこの追加メニューもね、全て多めで注文してますので、多分ね、結果的に今日4キロぐらい食うと思うんですけど、ペロリです。ということで、ただいまですね、こちらパスタ2皿目完食です。残すところこちら本日最後の一品ですね。これすごくないですか、カマンベール丸々1個乗ってますよ。これもうわ、とろとろ、うわ、いい香りするね。うまっ。うわ、このチーズ感たまんないな。たらちょっとこの辺りで僕のね、好きなこのタバスコでね、味変させていただきます。結局これが絶対うまいのよ。ということで、ただいまですね、こちら追加させていただきましたパスタ3種完食させていただきました。ごちそうさまでした。はい、本日はですね、こちらハート&ハートさんでデカ盛りの一応チャレンジ形式でね、パスタをいただいた後に、通常ね提供してあるこちら3種類全て大盛りで追加注文させていただきましたけれども、めちゃくちゃうまいです。僕自身もですね、生パスタといえばフィットチーネみたいな幅広麺を食べたことあるんですけれども、このタイプのね、生パスタっていうのは食べたことなくて、実際ですね、こちらの麺めちゃくちゃ美味しいです。コシともにもちもち感もあって、風味もね、しっかりと生きているパスタがこのソースに絡まるとまたうまい。僕はね、
今回食べたパスタ以外にも種類ものすごくありますので、気になった方はですね、一度お店の情報なんかはいろいろ調べてもらいつつ、食べたいパスタをねこうピンポイントで注文して食べてみてください。それ以外にもですね、これランチのセットメニューだったりするとこんな感じでですね、通常メニューよりもお安くセットメニューなんかもいただけたりしますので、ランチディナー問わずですね、こちらのハート&ハートさんぜひ食べに来てみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちら合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。